こんにちは、あるいはこんばんは、ちびたです。勤労ガチャを回していたら、姫子姉さんとこんにちは。なぜこうなったということで、姫子の正しい使い方を勉強してきました。姫子は知恵の運命の炎属性キャラです。範囲攻撃を得意としており、大多数の敵を相手にした時に活躍が期待できます。弱点撃破した際に発動する追加攻撃が特徴となっており、雑魚敵が多い周回などでこの特徴を最大限発揮することができます。確かにこの追加攻撃がキャラの特徴ではあるのですが、これだけに着目するのは間違っているようです。それでは早速詳細を見ていきましょう。追加能力っておまけ的な能力ではあるのですが、姫子を使いこなすのに重要な能力となるため先に説明させてください。まず1つ目の追加能力、聖火。各攻撃に燃焼の追加効果を付与します。攻撃の種類は問わず、通常攻撃、攻撃スキル、必殺技、いずれでも発動します。基礎確率は 50% と低めです。どれくらい低いかというと、忘却の庭のボス敵が効果抵抗 40% とからしいので、効果命中を持っていないと 30% くらいの確率でしか燃焼を付与できません。付与の判定はヒットごとではなく攻撃ごとっぽいので、燃焼状態を維持するのは苦労しそうです。二つ目の追加能力、灼熱。燃焼状態の敵に対する戦闘スキルのよだめバフプラス 20%、 攻撃力プラス 20% ではなくよだめバフプラス 20% であるのは優秀な点。高円錐効果が5つ追加されるのと同じくらい優秀です。敵が燃焼状態であることが条件ですが、追加能力1により自前で燃焼状態を付与できる点も良いですね。付与確率に懸念はありますが、3つ目の追加能力、道しるべ。単純に会心率がバフされます。 HP が 80% 以上という条件はありますが、 HP が減ったままにするということもないと思いますので、それほど厳しい条件ではないと思います。まだ分かってないのね。人間は星ドラを掌握する欲望を隠さない。攻撃です。2つ技で敵を倒すことで HP を追加で回復できる効果がありますが、これを狙って必殺技の使用を渋る必要はないです。よほどタイミングが噛み合わない限り、どんどん使った方が回転率は良くなるようです。そのダメージ倍率は同じ星5の軽減よりも高く、必要な EP は120と軽減よりも10少ないです。姫子の戦闘スキル、指定した敵とその隣の敵にダメージを与える、いわゆる拡散攻撃です。先に説明した通り、追加能力で燃焼状態の敵に対してダメバフがあるため、なるべく燃焼状態の敵を狙いたいです。同じ拡散攻撃持ちのセイバルよりはダメージ倍率が高いですが、開拓者壊滅よりは倍率が低いのが少し残念ですね。しかし追加能力のダメバフも込みであれば、現状一番強い拡散攻撃になると思います。逃がさないわ。姫子といえばこのテンプによる追加攻撃でしょう。敵が弱点撃破された際にチャージを獲得し、チャージが3層溜まったタイミングで追加攻撃を行います。そのダメージ倍率はレベル10まで育てると 140% ですから、そこそこの敵全体攻撃となります。姫子自身が弱点撃破しなくても、味方の弱点撃破でもチャージを獲得します。またそのチャージ獲得量は一定ではなく、雑魚敵の場合は1層、精鋭ボスは3層獲得できます。ですので精鋭ボスを弱点撃破した際は現在のチャージ量に関係なく、必ず追加攻撃は発生するということですね。しかしこの点を加味しても、やはり対ボス戦では発動回数は限られてしまう印象です。3ターンに1度発動するくらいでしょうか。で、異物、高円錐を考える前に、姫子のダメージソースについて調べてみました。それがこちらとなります。2ケース用意しておりまして、まず1ケース目が敵が4体、毎ターン戦闘スキル、追加攻撃は2ターンに1度、必殺技が3ターンに1度の場合です。2ケース目は対ボスを想定し、敵は1体、毎ターン戦闘スキル、追加攻撃は3ターンに1度、必殺技も3ターンに1度の場合です。ざっくり計算ではありますが、毎ターン戦闘スキルを使うメインアタッカーとしての編成では、追加攻撃の比重だけが大きいわけではないことがわかると思います。軽減と比較してみると、よりキャラの特色がわかるかもしれません。注意していただきたいのは、あくまで今回想定したケースではこの比率ということです。
雑魚敵の周回などで毎ターン、もしくは0ターンで追加攻撃が発動するような状況では、追加攻撃が占める割合はもっと大きくなります。ということで今回は、異物、高円錐は1ケース目を参考に、メインアタッカー運用を想定して考えてみます。おそらくこれが汎用的に使いやすいビルドになると思いますので。姫子の高円錐、おすすめ順に没紹介します。やはり星5が無難に強いです。軽減の持ち武器がスキル必殺技追加攻撃をバランスよく強化してくれるので、これが一番のおすすめとなります。姫子の持ち武器銀河鉄道の夜もモチーフなだけあって、弱点撃破時に効果が発揮されるのはマッチしています。3番目の朝食の儀式館は頂上しやすい点を踏まえて、頂上ランク5としてここに置いています。頂上ランク1のままでは5番目に下がります。今日も平和な1日の効果は、姫子の最大 EP は120のため、頂上ランク1で 24% バフとなります。この世界に喧騒や私の誕生は効果が限定的であるため、おすすめとはしていません。姫子の異物、火傷とガンマンの組み合わせと宇宙刻印ステーションがおすすめです。足を攻撃力にする場合は、速度が120を超えるようにサブオプ厳選を頑張りましょう。無難に足は速度にすることをおすすめします。サルソットも選択肢にはなると思いますが、戦闘スキルには追加効果が適用されないため、宇宙刻印ステーションの方が良いかと思います。いかがだったでしょうか。最近は銀狼の実装で少しずつ評価が見直されてきているようですが、高難易度コンテンツである忘却の庭が現状では大精鋭ボス戦が中心となるため、大多数を得意としている姫子はなかなか活躍が難しいですね。忘却の庭はバージョンごとに敵配置は変わりますし、今後追加されるコンテンツ次第では十分に活躍の場はあるかなと思っております。忘却の庭で6連戦全ウェイブレイラウンドクリアが必要とか、やりそうな気がするんですよね。ご視聴ありがとうございました。